奥さん、はい、見てください、大変です。どうした？事件です。事件？また、はい、マジ年一で事件起こんな、ここ。そうなんですよ、うん、DMM パチタン、うん、11周年8月8日で迎えます、はい、ただ迎えられないかもしれません。また今年も、はい、マジ何が起こった、うん、もうこのままでいくと爆破です。また3年連続で、ね、グランドタワーが根こそぎ根こそぎなくなる可能性がある、はい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 、それを止めるには、はい、我々は11個の地を見つけなきゃいけない。11個の地を埋めることで、はいはい、どうなるんですか。なんとか爆破を止めることができる、止めることができる、はいはい、あ、そうなんですよ、はい、ただそれには諸条件がありまして、はい、見てください、うん、知らない。誰ですか？奥から、はい、偽木村魚拓、え、偽沖光、偽三田やせこ、この初めましてこれしょうがないですよ、はい、その犯人から突きつけられる。あ、そういうことか。そういうことか。お前らは3人も自重つけてると、ああどうせ止めるだろうと、はいはい、もう偽を一人は必ず入れると。ああ、なるほどね。そうなんですよ、トークの中にね、はいはい、偽を加えた形で誰か一人、まあ二人でもいいです、うん、なん3人でもいいですけど、うんうん、偽を加えた形で今回のケースは棚中なんですけど、はい、棚中にこの上げてる30個のうち11個でいいです。棚中がその言葉を単語を発すればそのピースが埋まっていく。あ、11個のピース1個ずつ埋めてって、はいはい、その候補なのが30個で、はい、この中の11個を、うん、タナチュウに言わせることができれば、うん、爆破を止めることができますが、できる、必ず一人は入っていなきゃいけないんで、偽がそうです。AI だよね。AI だよ。AI 木村みたいなが来るわけですね。で、同じフォーメーションは5分までです。5分まで。最大、まあ大体5分まで。5分までです。だから変えなきゃいけないですよ。はい、あ、これ今いいフォーメーション。例えば、偽木村、うん、本物の沖光、三田来さん、うん、いいフォーメーションなんですよ。もう5分までなんですよ。なるほど、なるほど。変わんなきゃいけないんだね。そうなんです。はいはいはい。で、トータルの制限時間は60分です。60分。うん、もう何やってるか、俺はさっぱらかってます。そうだね。そうだね。俺だんだん分かってきた。分かってきた。だんだん分かってきた。何やってるか、何をやらされてるのかさっぱらかってないですけど、なんで正しい呼んで、こまねちしわざきゃいけないんだろうっていう。しかも、何ですか偽沖光って。で、全然似てないですよ。何にも似てない。で、ね、しかも偽の方々は、うん、縛りがあるんですよ。なるほどね。喋ることに縛りがある。偽木村さんに関しては、うん、もう何でも古いです。OK です。おー、うん、ただ、偽沖さんは縛りがあります。何でしたっけ、うん、言っていい言葉は、うるせえと分かりません、はい、うるせえと分かりませんしか発することはできません。で、ニセミタライさんは何も喋らない。喋らない一緒だ、一緒。人見知りがね、発動してるわけ。人見知りをね、発動してるわけ、ね、やっぱりニセにも憑依させたと、うん、ね、一緒だ。いいじゃないですか。で、どうしましょう。最初は最初のフォーメーション、まあ、最初の金額いないと、まあ、で、うん、別室ありますんで、そこでモニターしてください、うん、はい、モニタリングできるので、はいはい、別室で見てて、うん、5分たつか、5分経つか、いや、なんなら1分で止めてもいい、うん、このままでいいって思ったら、はいはいはい、早めに入れ替わって、なるほど。で、声が繋がるようになってますんで、うん、2人に指示を出してください、うん、トイレに立ってください、うんうん、誰ですか。いやいやっすよね。そりゃそうだよ。ね、多分ね、さっきから出た話ですげえ忙しいと思うんですよ。ね、ね、PMA の方々なんですけど、はいはいはい、すげえ忙しい中、ちょっと偽木村やってくんねって言われて、ね、いやいやっすよ。ね、いやいや。厳しいな、すいません、本当に。申し訳ありがとうございます。で、タナチューには何も知らせていません。うん、はい、普通のアロマティックトークというのゲストをお呼びしております。なるほど、なるほど。はい、でもちょっと俺もさっぱりどうなるか、ま、全く分かんないですけど、でもこれは DMM パッシャオンが11周年を無事迎えるための絶対に達成しなければいけないミッションですので。ああ、はい、そっか、はい、分かりました。我々もちろん偽の3人も力を合わせてパッシャオンを守りましょう。守りたい、はい、11周年必ず笑顔で迎えられるようにできます、はい
30分でスタートです。沖さん。はいはい。三田内さん聞こえますよ。はいはい、聞こえる。聞こえてますよ。聞こえてます。聞こえます。聞こえます。これ始まってしまったんですが、はいはい。タナチュウさんがトイレに行ってまして、え、マジですか。まだ来てないですよ。はい、今でも始まっちゃったんですよ。もうすぐ来ると思いますよ。はい、もうあのスタートしちゃったんで、これどうしましょう。わかりました。はい。そっかそっか、もう時間が時限爆弾。そうなんですよ。なるほど。危ない危ない危ない。ちっちって始まっちゃったんですよ。そうだそうだ。じゃあもう一度。ちょっと一応練習がてら、うん、奥さんの奥さんから偽奥さんにちょっとなんか質問してみてください。はい、話しかけてください。偽奥さん、はい、昨日の食べ物は、ああ昨日の夜食べた食べ物なんですか。わかりません。わかんねえんだ。すげえな。って感じ。偽、はい、偽三田内さんにも。偽、どうぞ。三田内さん。三田内さんは緊張してますか。なるほど。って感じはされてるようなね、これね。って感じですね。はい。なるほど、なるほど。いや、もう時間。そうね。いや、まずい。1時間。もう時間ここに出てると思うんですよ。1分経っちゃってる。うん。はい。あの、なんで、来たら、うん、すぐに自己紹介始めますんで。いつも。なるほど。はい。自己紹介だけパパッと終わらせて、はい。いっちゃいますんで。しかもこれ来ない間に5分経ったらちょっと次のフォーメーションですよこれ。ああそうだね。はい、今何分ですか。それ最悪じゃ。今何分ですか。今これ3分ぐらいですかね。2分半、ね、これそうか。まずいです、まずいです、非常にまずいです。何もできないまま5分経ってしまいますよこれ。これまずい。いや本当にまずいです。俺パチタン好きなんだよ。みんなを守りたい、みんなを守りたいよ。はい、今2分経過しちゃいました。何もできないまま、しかも、はい、あのやっぱ会話は弾まないんですよ。偽奥さんと、ま、それはそうだ、偽みたいなやつ。それはそうだ。会話する気がないんだもん。うるせえと、うるせえ。あ、失礼します。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あの、頑張って、頑張って。みたいなさんの横に。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。もうなんかあの始めちゃいましょうか。はい。え、意外とスムーズ。あ、どうぞ。はい、すみません、失礼します。なんかこういうトークでっていうのも初めてそう。はい、そうです。奥さんとは共演あるの。あ、あります。はい。え、奥さんは会ったことあるでしょ。三田もちろん。三田さんとは。三田内さんとは初めましてです。あ、奥さん結構髪型変えられたうるせえ。なるほど、もうちゃんと乗るん。対応してます、対応してます。おかしいなったら気づいて。早く始めなよ。早く始めなよ。じゃあ見たことありますか、アロマティックトークは。あ、はい、拝見してます。あのいつも自己紹介あるじゃないですか。はい。テーマを決めてもらえますか。あ、テーマ、はい、はい、テーマは、はい、異性に魅力的に感じる部分。あ、自分から見て、はい、どこが魅力的に感じる。はい、はい、じゃあこれからいきますか。異性に対しては一番見てしまうのはやっぱり髪の毛かな。髪の毛が綺麗な女性に目を奪われてしまいます。木村ゆかりです。さあ、そして沖さん。わかりません。わかんないですか。まあまあ、でも、まあ、照れもありますよね。あ、まあまあ、じゃあ三田内さんどうする。もう5分になっちゃうね。見たら自己紹介、異性を見てこうどうしても見てしまうとか魅力的に感じてしまうっていうのことってを含めたら自己紹介。これミッションまだ1個も達成してないですよ、ね、5分になってるの、うん、大ピンチな気が、うん、なるほど。まあまあパッと持ち返すね。じゃあ田中さんお願いします。はい。ただ電車の中の運動部で、あ、間違えちゃった。
どうしました電車の中の運動部って何ですか電車の中の運動部、はい、変に緊張してしまって、はい、すみません緊張が映ってしまう電車で向かい側に座る運動部のハーフパンツの奥の方、田中です。お願いします。おい、始まったね。ああ、もう、ね、チェンジです。チェンジ、チェンジ、誰がチェンジ結構時間が。これなの？これでいくと。ここ誰がチェンジしますか？俺ですかね。三田来さん、じゃあ行ってください。どうしましょうね。ノックとかした方がいいの？あ、違う。どうしましょう。三田来さん入りますよ。あ、そうか。偽三田来さん。そうか。偽三田来さん。さんがトイレに行ったら行ってください。トークテーマでいいですか、うん、大丈夫ですか。カルテを見てる。じゃあ続けちゃいましょうか。じゃあトークテーマだけ、田中さん1から20までの好きな番号。はい、はい、19。お、やら最近の個人的な事件。あ、最近の個人的な事件。最近の、はい、まあ何でもいいです。ちっちゃいことでも何でもね。あ、はい、ごめんなさい、つい先日沖縄に行ったんですけど。それ旅行ですか？え、来店させていただいたんですよ。お、来店、はいはい。で沖縄にお仕事で初めて行かせていただいて、で私マッチングアプリをよくしてるんですよね、はいはい、でゲイ同士のマッチングアプリっていうのがあって、その、ま、でも沖縄ですか？沖縄です。海はよく行くんですか？その海というかリゾートとか。見には行きます。海外は？海外は ないんです。私行ってみたい海外とかね。奥さん、わかりません。ちゃんとあ、すいません。あ、はい、すいません。今個人的に最近の出来事。あ、最近の出来事ですか？はい、っていう感じで。で、沖縄ですよね。はじめまして。はじめましてって変じゃないですか。トイレ戻ってきていきなり始めましたって。ああ、まあ、いっぱい出してきました。はい。なんか沖縄に行ったらしいですよ。すごい、スナチューさん。で、なんかどっか海外でそういう同じようなリゾートで行きたいとこないのかなっていう話です。すごい難しい番組。はい。サイパンとか行きたいですね。サイパン、あ、はい、奥さんなんかありますか？海外ですよ、リゾート地って。うるせえ。機嫌もある。機嫌もある。そうですね、普段の奥さんも考えられない。なんかありますか？そ、海外で、沖縄以外、まあ、そういう同じようなリゾートっていうところ、海のチェジュ島とか。チェジュ島か、まあまあまあ。私韓国ドラマとか韓国系のパチンコがめちゃくちゃ好きっていうのもあって、チェジュ島って結構出るんですよ、チェジュ島。それもあって島だし、ちょっと開放感もあってっていうところで。でも海ってだったらやっぱいきなり入るの危ないですもんね。うん、そう、やっぱ準備運動、ラジオ体操とかですか？はい、すぐに私の話に戻りますけど、ちょっと1個だけいいですか？はい、私が今まで拝見したアロマティックトークってなんかこんな始まり方じゃないですか？いやいやいや、それは編集でどうでもなるんで。あ、そうですよね。ごめんなさい、私が生意気になったとちょっと出過ぎた真似でしたね。申し訳ありません。なんか あるんじゃないですかね、やることね、奥さん。わかりません。まあ、わかる、そうですね。1個ぐらいわからんとこあるとか。わからないの言ってっぱりで、ね、なんかそう言って言われてるんだろう。あ、すいません、私からこんな強い発言申し訳ありません。いや、はい、やった方がいいこととかね。ね、海とかプール。海とかプールで。プールね。あ、もうすぐまた5分経っちゃうな。どこ、まあまあ啓蒙みたいなのがあるじゃないですか。まだお子さん見てるかもしれないし。水に入る前には何をした方がいい？これは難しいぞ。水に入る前は準備運動をした方がいい。準備運動、準備運動、まあもうちょっと厳密に言うとなんですかね。あー、難しい。ちょっと待って、これは何の私の個人的な事件を言っていいんじゃない？言っていいんじゃない？ちょっと痛感してください。私の個人的な事件を発表する場合なのに、私は何を何か引き出されようとしてるわけ。しかも私もグレープを落ちて初めましてなんです。トイレに、トイレに、まあ、そう、生理現象なんじゃん。何とか言っとけよ、もう。一回だけいいだろ。その準備運動、まあ、海に入る前だったら、まあ、準備運動とか、日焼け止め塗るとか。準備運動って、まあ、なんか伝わらないかもしれないですね、準備運動だと。厳密に言うと何ですかね。
ストレッチ。おお、ストレッチ、なるほど。何をチェックしてるの？何それ待って、待って、わけがわからない。いいんです、この番組ってアロマティックとちょっと、あら、この人はおじゃらい、おじゃらい埋まってますよ、トイレ。二人がいないってあります？4分の2ですよ。おじゃらいっぽいっす。おじゃらいっぽいっす。てか誰？おきさんですよ。おきさん、おきさんですよ。おきさんとかけましてみたいな感じですかね。知らねえし、なんかすっごくうまく溶け込むんですね。え、何が何にもなかったかのように。え、なんかあった？いや別にないよね、うん、いつもこんな感じですよ。そう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 、アロマン、うん、で誰しゃこれね、よく私の生い立ちは、いや生い立ちはまあまあさておき、誰でしたっけ、こういうのってねずあ、おお、すごい、ネズッチですってやつ。おお、さすが世代ですね、これ。昭和生まれでしょ。オバマのモノマネ、オバマのはノッチさん。おお、ノッチでーすだよね。おい、ほら、見たらいいですよ、笑ってんじゃん。ほら、ねえ、湘南の風、わーってやってる。タオルをほら、ライブ中に振りますでしょ。そうそうそう、 A ちゃんとか。お、え、なんだっけ、 A ちゃんってなんだっけ。矢沢永吉さん。あ、そうそうそう、矢沢永吉さん。そう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 、何のチェックをしてるの？乗ってくれい。ああ、今ね、好きな本とか読んでる本とかをの話を、漫画とかの話をしてて。なるほど。そうそうそう、メゾ一国。あ、メゾ一国。ほら、それ高橋留美子。そう。そうね、木村いい加減しろよ。そうそうそう、そんなさ、ねえ。そうそうそう。木村さん。え、キムさん。キムさん、キムさん。さっきからずっといるじゃん。うん、え、てか、私がなんか頭がおかしくなってるんですか？頭？え、なんか本当になんかよくわかんなくなっちゃってるんですけど。え、何が？いや、漫画の話をしてんじゃん。わかりました、はい。野球教の歌。おい、これ水島新司の名作。キムさん。タッチ？あ、タッチタッチタッチ。名作、名作。なんだっけ、二人組とかでさ。ゆずじゃなくてスキマスイッチ。あ、スキマスイッチだ。そう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 、スキマにスイッチポチとか言って、ほら見たないさ、いい加減にしなさい。本当に、そうそう、スキマスイッチ、スキマスイッチ。私が言いたいんですけど、いい加減にして。え、何？あ、なんでもないです。演歌聞くとお袋思い出すよね。みたらいさんなんか特にそうじゃない。今ね、あの高知と東京でさ、いろいろ行ったり来たりこの前までしてたじゃん。お袋さんとか思い出すんじゃない？お袋って言ってるじゃん、たまにカメラ止まってる時に。でも私も好きです。森進一、森政子。おー、森進一、森政子夫妻。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいペース、いいペース、すごいすごい、はい、前よくやり取りしてたじゃん、百人一首かるたみたいなの。たまに遊びでやってたじゃん、仕事ないオフの日にさ。実は俺らやってんのよ、百人一首とか。そうそうそう。誰か知らないの？古典結構、まあ学校でもですけど、授業で結構好きだったんで、うん、まあ紫式部とか。紫式部、惜しい、惜しい、いいじゃん、いいじゃん。え、小野小町とか。小野小町、はいはいはい、よし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 。だから何のチェックをしてるの？いや、すごい。何いや、赤ペンで何か私が発言をするたびに何かチェックしてません？いや、してないですよ、これ進行台本。すいません、一応ちょっとトイレ行ってきます。え、マジで？あいつもいらんねえだけだろ、あそこに。俺何も言ってねえぞ。みたらいさんとかどうなのよ、最近は。みたらいさんから返事がないのによく話が進みますよね。だってもともとそんな喋んない。違う、ねえ、だってみんな知ってる、視聴者が一番よく知ってるよ、みたらいさんそんな喋んないよ。逆に喋らなすぎですよ、ね、違う違う、本番はこうなんだよ。で、 AI で私美和くんが音を後から付け足してんだよ。喋った方が早いと思うんですけど。いやいや、CG 合成。思いましたよね、今。え、そして思いましたよね。ご本人が喋った方が早いと思いましたよね。なんで、みたらいさんはこれが見たらい。ねえ、キムさん。どうしよう。だって、タナチューが、みたらいさんが喋んないから、なんか変だ。なんかディレクターさんが後で声を入れるって言われてるよね、いつも。みたらいさんが喋ったら100倍早いですよね。でも普段こんな感じです。そうだよ、普段からこんな感じ。普段からこんな感じです。だって文章を書く人だから。そう。
だって文章がメインだもん、うん、なんかそんなに何て言われちゃう、誰でも彼でもそんな喋れると思うね、お前みたいに軽薄にペラ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 喋れるもんだって。じゃあ何ですか、じゃあ何ですか、言葉を発することのできない子供と会話はできないんですか、動物と会話できないんですか。俺はできると思いますけど。俺も花と会話できると思うし、犬とか。へえ、あ、そうなんですか。コミュニケーションって言葉だけですか。ふざけんなバカ野郎って。おっお前ふざけんなよ。おダンカン、おうまいじゃん、めちゃくちゃうまいじゃん、マジで。おもっとあったよ、もっとあったよ、もっとあったよね、もっとあったよね、いい加減にしろ。コマルチ、おおすごい、すごい。いや、これ王道のやっぱ名客だよね。喉ケアしてるキムさん、結構がなるじゃん。私、喉だったら浅田亜美よく舐めてます。あ、マジ。俺も結構舐める。穴の開いたやつか、舐めないの。穴の開いたやつ、あ、飴のね、飴。トローチみたいな。あ、トローチ、トローチ、そうトローチ舐めたら、今もみたらいさんもそうだよ。今も喋んないのに舐めねえか、みたらいさんは。そんなわけねえよな。あ、もしもし、すいません、うん、はい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 、はい、あ、なんかみたらいさんごめん、ちょっと待ってください。すいません。仮にも絶対に本番中に起きたので電話出ないと思うけど。絶対そういう人じゃないと思う。よし、ちょっとタバコ吸って。ちょっとこれ、ちょっと待って。は、すぐ一息だけ。一人で一息だけ。え、この状況ってどういうことなんですか。わかりません。分かってるだろ。分からないはずないのよ。アロマティックトークっていう風にゲストに呼んでいただいて、木村さんと沖さんとグレートオズさんがなんかその人の生い立ちとかいろんなことを話しながら展開していく番組なんですよね。分かりません。分かるだろそれは。普通に考えたら。しかもこれ3人いたのにあなた 100% 偽物ですよね。もう すんごい詰めてます。偽置き光るに。申し訳ない。バカなわけないですよね。この番組の企画の内容、もしかしたら分かんない、この番組関連の偉い人かもしれないけど、そんなこと戻ってきたのはなんで木村さん代理なの。ちょっと待って、考えられないことが起きてます。アロマティックトークってどんな番組なんですか。こんな感じですね。どんな感じなの。こんな感じはずないだろ。考えたみたいな、どうやって繰り広がれていくのよここから。そうですね、いや順調だと思ってますよ。じゃああなた間違ってる、それ多分絶対間違ってると思う。え、しかも私がなんかこんなにギャーギャー言ったところで別に何が生まれるのかともわからないけど、これは何、今これは何ですか。え、何だと思います、三田内さん。あんたも喋るでしょ、家に帰ったら。ご結婚なさってるとかわからないけど、あなたみたいなタイプは家に帰ったら一人でただいまっていうタイプでしょ。そうでしょ、テレビとかでサンマゴタを見てるときにさ、クスッと笑って声出ちゃうタイプでしょ、テレビに突っ込んじゃうタイプでしょ。そうでしょ。なんで答えてくれないわけ。そうですよね。うるせえ。バリエーション2つの別に増やせなくていいのよ。そうですね。何がよ。なんか表面上のことしか言ってないわよね。なんかうまく入ってる感じがするけど、なんかすごい表層上のことしか言ってないですよね。あまり深い発言もしてないと思うけど。そんなことない。ほら今もそうじゃないの。結局そうかそうじゃないかとしか発言をしてないじゃないの。ねえ三田内さん、あなたさ、ちゃんとさ、朝はさ、ランチ作っていくタイプでしょ。おい、どうしたらいいんだよこれは。始まって以来だと考えたら、アロマティックトークになってます。アロマのようなそんなトークを繰り広げたいんだろこの番組は。全然繰り広げられてないじゃないか。テーマ変えますって。事故ですよ、事故。事故だと思いませんか。思わない。好きな番号、好きな番号言ってください。ほら、はい、発言がないから顔背けたじゃないか、あんた。そこは木村御託さんの時で、自分が木村御託なって言うんだったら、あんたこの場を回すぐらいのことしなきゃダメなんじゃないんですか。じゃあトークテーマ変えます。慣れてないじゃないかよ。好きな番号言ってください。好きな番号を教えてください。好きな番号この場を進めるの。じゃあまずやってみます。じゃあラッキーセブン。ラッキーセブン、はい。最近の個人的な事件、どっかで見たな。私が最初に19番選んだんですよ。
そしたらなんか事件をうやむやにされて、はい、それが事件でしょ私の、はい、今日個人的な事件は三田台さんそうでしょうあなた。なんであなたそんなさ捨てられた子犬みたいな目してるの。二関村さん、あの棚中にそんな頑張んなくていいからって言って木村さんの最近的な個人的な事件聞きたいですよ。棚中そんな頑張んなくていいですよ。言い返せないな。棚中というのは頑張らなくていいよ。どっちかにしてくれよ。やりづらいな。個人的な事件はないんですか。個人的な事件はあるでしょさすがに。棚中いくつになったの。棚中いくつになったの。おいこれは一体何なんだ。下手か。あるだろう。ありますよね奥さん。今日だと言いなさいよ。今日だと今だと何をさせられたのか分かんないと喋らせないよ。どんどん喋るよ。わかりました。タイミングが勝ちがない。偽奥さん変わります。偽奥さん変わります、はい、本物の奥さん変わります。最近なんか買おうとしたさ。逃げるなよ。ちょっとトイレ。トイレに行き過ぎだろ。じゃあもうあと一つなんで決めに行きますか、うん、そうですね。じゃあ木村さん変わりましょう。偽木村さん俺も行きます。 はい。ちょっとすいません。話して損したよもう。じゃあ話題変えるか。まあね。昔のアイドルとか結構好きだったりする。あでもはい、うん、今も見たりします。俺結構田原俊彦好きだよ。私デビルマサミとか。デビルマサミ、バカバカバカねえ。デビルマサミって誰。女子プロレスラーでしょ。そうですよ、うん、サイレントグッバイって曲を出してて。マジですか。その曲がすごい好きで、とかいわゆるそのなんていうのかな、男性アイドルとか。私男性だったらでもかっこいいなと思うのは、うん、やっぱマッチ。おお。それはね、マッチに対しての。いやお、素晴らしい。あぶねえ、あぶねえ。どうですか、時間。いや、もう時間ギリギリです。あ、はい、あ、これで、11個出ましたんで。何が無事。もう時間ギリだった。あー、いや、やったよかった。あなたは、DMM パッションを救ったんです、はい、救ったっすよ。本当に本当に、うん、無意識のうちに救いました、うん、無意識で救われる命を。ありがとう。救いました。いやー素晴らしい。田中ありがとう。いやー本当に、いやドキドキしたね、うん、ね、最後どうなるかと思った。やばいかと思った。おめでとうございます。おめでとうございます。これ DMM パッション無事11周年を迎えることができます。ありがとうございます、はい、本当に田中さんのおかげで。あでもなんか、はい、結果良かったんならそれで。いやもう本当に、はい、とんでもないです。めちゃくちゃどうも関係者代表してね、田中さんに本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わり。はい。終わりなの。終わりですね。本当に。はい、うん、そうです。だってうるせえのもいちいち、ね、ね、年齢のこと聞くなとか、聞くなとか、ね、変な条件が難しいからもういいよ、帰っていいよ。んな、やだよ。帰っていいもん。こじらしてたらめんどくせえよ。こじらせ女子みたいな、やだよ。なんだろう。なんかいいですって聞いて。いいですって。そういうポーズじゃないですか。ねえ。田中君になってる。